パシフィックサイクルジャパンでは、皆様に折りたたみ自転車の面白さや魅力、そして購入を検討されている皆様へのアドバイス、折りたたみ自転車の活用術など、今後動画を通じご紹介させていただきます。今回はバーディー GT についてご説明させていただきたいと思います。スポーツ性を考えますとですね、軽さと剛性が一層大事になってくるわけですけれども、バーディーのこちらのメインフレームと後ろのスイングアーム、このフレームセットですね、合わせてですね、重量は2キロ弱を実現しております。こちらをご覧いただきたいんですけれども、実際のバーディーモノコックのフレームです。フレームの肉厚わずか2ミリ、モノコック製法を用いて剛性を保ちながら軽量なフレームを作り上げたということになります。あと加えてバーディーのフレームはヒンジがございません。フレームを折っておりませんので、ヒンジがないことも剛性と軽さにつながっていると思います。続けて GT のギアとブレーキについて説明させていただきたいと思います。まずギア変速ですけれども、スラムの X5 の10段変速を搭載しております。ギア比につきましては、小さい方が11、大きい方が32、11、32の10段変速ということです。続けてブレーキですけれども、ジュインテック車の油圧ディスクブレーキキャリパーを搭載しております。一般的なワイヤー式のディスクブレーキと異なり、キャリパーの中がですね、油圧になっておりますので、コントロールしやすく制動力が高いディスクブレーキとなっております。キャリパー内のみが油圧式になりますので、折りたたみ時の万が一のホーストラブルが起きてもですね、ブレーキが効かなくなることはありません。ディスクブレーキのメリットとしましては、軽い力で、ブレーキが効いてくれます。降雨時なんかでも制動力には影響はありません。またオフロード、路面状況が悪い状況でもしっかりと効いてくれます。大きな役割としまして、路面から来るコツコツとした突き上げを、衝撃を吸収してくれるわけですけれども、フロントにはスプリング式、リア後ろ側にはエラストマーのサスペンションが装備されております。路面からの細かな衝撃も吸収してくれますので、街乗りでもロングライドでも疲れにくいようになっています。GT モデルにはアジャスタブルステムが標準装備されております。お好みのポジションに設定したいとき、あるいは走行シーンによって調整できるわけなのですが、例えば、速度を上げて走りたいときには下げる、ステムを下げる、景色を見ながらのんびり走りたいときなどは逆に上げていただくと調整ができます。この調整はですね、ちょっとした時間で調整ができます。例えば距離を走って疲れたとき、この先のんびり行きたいななんていうときは上げていただけますし、体のコンディションによってもサイクリングの途中にですね、
調整ができるのもありがたいですよね。ちなみにこの調整はですね、5段階調整できます。加えてこちらにですね、付け替えていただきますとさらにプラス5段階ですので10段階からできるんですけれども、高さの調節とそれからこの向きによるハンドルまでの距離ですね、だいたいハンドルバーで1本分ぐらいは変わりますので、10段階からお好みのポジションをお選びいただけるのではないでしょうか。さらにバーディのシートポストにはですね、ご覧のようなメモリがついてるんですね。でこれ何のためについているかと言いますと、折りたたんで小さくなった時から、要は広げた時にですね、シートポストをもう一回伸ばすわけなんですけれども、その時に自分のベストな高さ、あのサドルの位置ですね、を一体どこが正しい位置なのかは毎回分かんなくなってしまうことがないようにですね、自分のベストなポジションがどこに当たるのか覚えておけば、毎回苦労なく自分のベストなポジションを選ぶことができます。例えば僕の場合ですと、自分のベストなポジションはメモリの12ですので、ここに合わせていつも持っています。一方でですね、乗られる方のご身長によってポジションをお選びいただく方法もございます。 GT のシートポストですね、上げれば上げるほど後ろに行くんですね。でご身長が高い方は上げていただくと距離が出てきます。で下げていただくと高いよりは、サドルは前に来てますので、お好みのポジションを選んでいただけたらと思います。でこのシートポストですが、赤い車両の方の付け方は、先端が前寄りについてます。隣の車両はですね、先端を後ろ寄りにしてますので、身長が高めの方ですとか、ちょっと乗車の前傾を取りたい方はこちらの付け方がおすすめかなと思います。加えてですね、サドルのこのレールですね、レール、この指先と指先の間の距離はこうアジャストできますので、ここでもポジション出しが行えます。GT の標準タイヤはですね、オフロードでも対応するシュアルベのブラックジャックを搭載しております。太くてですね、ブロックのついたマウンテンバイク的なタイヤになります。ダートコースですとか河川敷などの未舗装路でも心配は無用です。また街中の段差にも強いので、本当にタフなタイヤです。路面との接地面も広いので、低速時にもですね、安定した走りですね。 GT はアウトドアとの相性もいいんですね。例えばキャンプや釣りがご趣味の方にもおすすめですよね。なお GT モデルにもスタンダードモデルについている標準的なタイヤも装備することできますし、バーディエアーですね、エアーについている細めのタイヤも装着することは可能です。このパーツはですね、チェーンテンショナーと言います。
役割としましてはですね、折りたたみ時の、チェーンのたるみですとか、チェーンの外れを防止する役割がございます。わずか 85g なんですけれども、とても大きな役割を担っております。代表的なカスタマイズの一つとして挙げられるのがコイルのインチアップになりますね。標準では18インチが装着されておりますが、18インチを20インチにするというカスタムが可能です。20インチも2種類あるんですけれども、406ですね、そちらの規格のホイールでしたら装着することが可能です。メリットとしましては、タイヤの周長が長くなりますので、ペダル一漕ぎでの進む距離を稼ぐことができます。18インチの方がバランスはいいのですが、走行性を上げる意味では20インチのカスタムもおすすめかと思います。20インチ化できるんですけれども、ご覧のようにですね、細めのタイヤでしたら装着は可能です。純正でついている18インチのようなブロックタイヤの20インチ化はクリアランスの問題で装着の方はできませんので、ご注意ください。またこちらの20インチ化してもですね、基本的には折りたたみには支障が出ませんので、その点はご安心いただけたらと思います。はい、GT に装着可能なスタンドは3種類ございます。実際この車体についていますスタンドがですね、アジャスタブルキックスタンドと言います。この棒の部分が微調整ができまして、長さを調整することが可能なのが特徴です。続けましてこちら、ミノウラ製のキックスタンドです。非常にシンプルですね。はい、最後にこちら、ライトウェイトキックスタンドです。非常に軽量にできております。では最後にバーディー GT のまとめをさせていただきます。剛性のあるアルミのモノコックフレームに、スラム車の X5 10段変速ですね、こちらと、ジョインテック車のディスクブレーキキャリパー、シュワルベ車のオフロードタイヤブラックジャックを装備したオフロードでの走破性の高いスポーツフォールリングになってます。バーディー GT にですね、ご興味をお持ちいただいて、スタンドやホイールなど何を選べば良いのかなとお悩みの方もいらっしゃると思いますが、ぜひとも正規ディーラーにですね、ご相談いただければきっといいアドバイスをいただけると思いますので、ご相談の方をしてみていただけたらと思います。はい、参りました。はい、ちなみにこの調整はですね、5段階行います。もう一回聞こうか。